ライブの楽屋でとんでもないバトルが勃発します。一度そのライブツアーで一緒に回らなきゃならない時があって、はい、でその時に同じ楽屋になって2人しかいなかったんですよ、うんうんうん、でも本当内心すごい嫌なんですけど、もう本人に直接私さってあなたのこと嫌いなんだけど、直接面白いですよ。それまで鏡越しに目をこうパッて合わせられてもいきなりスッて変えられたりとか、ちょっとなんかそういうのがあったんですよ。だからもう気になるし、もう言わなきゃみたいな。で言ったら私も嫌いって言われて、中野サンプラザなんですけど、嫌い嫌いって言い合って、嫌い、私も嫌いってなって、でどういうところが嫌なのかとかそういうのを多分話したんですよね。何が一番嫌いだったんですか。多分お互いに似たようなものを感じてたんだと思うんですよね。それでなんかお互いがお互いをこう尖らせ合っちゃったみたいな。人生の中であなたのことが嫌いなのっていう人ってあんまりいないよね。いや、私初めて多分言ったと思います。すごいねそれって。私も嫌いって言われることもあんまりないですよね。ただその嫌いながらにも松浦がやっている仕事の内容に対しては私は尊敬してると、そういう話もして、で向こうもお互いにやっぱそういう会話もして、でなぜか知んないけど仲良くなっちゃった。今とかはもう普通に、例えばじゃあなんだろう、結婚するとかそういう話も、みんなさんより早く知る、素敵、そうちゃんと報告してくれるようになってたりとか、なんか困ったことがあったりすると相談してくるとか、